教えて響さんのコーナー、イエーイ。本日の質問は、はい、SM の、パートナーの役割交代はありだと思いますかという質問です。なるほど、いわゆるスイッチって言われるやつですね。はい、S&M コースとか、日本だと S&M コースっていうのが一般的かな。あの時間が来たらとか、あとはその例えば恋人関係でたまには S をやってたまには M をやるっていうやつですよね。はい、はい、で、まあありかなしで言うのであれば、私はまあありじゃないかなっていうふうには思います。別に否定はしません。ただ、じゃあ私はどうかって言われたら、私は役割分担ができない方なので、もう一回 S っていう風になったらもうずっと S ですね。うん、ただあのそういう風に両方楽しみたいっていう方がいらっしゃるのはあの事実ですし、それを否定するつもりはありません。うん、それこそ、海外とかでもスイッチって言うからね、メジャーなんですかね。結局はその愛情表現というか、その性癖じゃないですか。うん、からあの言ってもなんかその性癖のっていうか性の延長線上にあるものなので、からあの S を持ってらっしゃる方って M を持ってらっしゃるっていう風に言うんですよ。それはもうすごく納得して、だから私も自分の中で M 性がなければ、あのうまく S っていうのを演じられないと思うんですよ。相手の M がわからないからね。だからそれを例えば、じゃあ今日はじゃあ私 M をやるわとか、あじゃあちょっとなんかこうやってるうちに、あだん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 なんかこう、じゃあちょっとこういう風にしてみてとか、じゃあ私がちょっとこういう風にしてみるわ、なんかもっと攻めてみてみたいな感じで、だん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 、うん、あの S で始まってたのが最終的にそのあの相手の方が M で終わるっていうのも物語としてはありかなっていうのはありますが、器用な方がそういう風にできると思うんですよ。私はどちらかというと不器用なので、あの時間が来てとか流れによってじゃあこっちになっちゃうっていうと、ものすごく違和感を感じてしまうんですね。うん、なので私の場合はそれはないんだけど、なので未だにそのまあアブソルトというのは女王様しかいないっていうのもあるんですけど、私あの M 女というのをやったことがないんですよ、そのお仕事としてね。そうですよね、うん、まあプライベートでも M 女っていうのはなくて、でなのであの両方ともスイッチっていうのがどうしても経験がないから、その良さだったりとかっていうのが私には説明を相手にしてあげる資格がないというか、うん、ただやっぱりね、あの数多く MO さんっていうものを、まあ、M 女も含めて見てますの で、そうすると彼らにはとか、あの彼女たちにはそれなりのその、 あの世界があって、それなりに満足感があって幸せなんだろうな、これ今こういう風にしてほしいんだろうなっていうそのうーん心というか、その心情をあの汲み取るっていうことはできるので、うん、あのそれはしてあげられるし、あのスイッチもあの、まあ、できるのであれば、あのそれに越したことはないというか、そっちの方が楽しいかもしれないですね。そのあのエモーさんたちを見て、うわすごい、なんかうわすごい幸せ、うわすごい女王様すごいみたいになってっていう風で遊んでるのを見ると、まあ、最初はこういう風に仕込んでいって、最終的にはじゃあ僕が M になってるっていうのは、まるであの王女の物語っていう、あのその SM の鉄板 の、 あ の、 その、まあ、物語があるんですけど、最初にその S としてその M 女を飼っていって、でいろんな経験をさせて、でそれでいろんな経験をさせていくうちに自分の好みっていうのを仕込んでいくんですよ。で最終的には自分の理想の女王様になっているっていう、それって長い目で見たらスイッチになるので。そうですね、はい、それを例えば 1,2 時間でやるっていうのは、私はそれはそれで、まあその性の遊びという中においてはありなんじゃないかなって思います。S もできて M もできてっていうのって、やっぱりね、そのまあ面白いんじゃないかな。 M おさんってね、結構
あのうちに来る方って昔演劇部だったよっていう方多いんですよ。へえ。うん。だから台本持って来られたりとか。あ、確かに。するんですよ。でそれをあのホテルに行って即興であのパッてって5、6枚の原稿もらって、でそれでパッてって言ってで暗記して要所要所のポイントだけこう暗記して、でそれで分かったよって言ってじゃあやりましょうって言ってやっていくので。うん、だからね、あの、あれだと思います。あとあの、スイッチとあの並行して、そのスイングっていうのがあって、で、それは相手を変える、スイッチってね、あの相手を変えるセックスパーティーの時もあるんですよ、意味がね。で、そうすると、そのカナダだったりとか、そのヨーロッパでもそうだと思うんだけど、何百人っていう単位で、そのスイッチパーティーっていうのがあるらしいですね。だから、その相手を変えて、いつもとは違う相手の顔を見る、それで興奮をする、でそれで最終的に自分たちが何だろう、いつもとは違う相手の目を見ながら興奮してあの楽しむっていうのもそのスイッチパーティーなので、うん、さっき言ってたスイングっていうのも何ですか？あ、スイングもねスイッチと一緒なんですよ。へえ、はい、あのいわゆる日本語で言うと乱交パーティーピーあ、そう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 です。昔、私ね、昔付き合ってる人に一回行こうって言われて、実は。嘘、行ったんですか？行かなかった、行かなかったな。泣いて抵抗したもん。その時まだ学生だったかな、学生から OL やり始めたかなんかね、本当にまだ世界を全然知らない時で。で、それで、なんか、あ、今日なんかそういうあのとこ行こうよって言われて、私、売られちゃうっていうか、うん、その時は、私この人に大切にされてないんだみたいなっていうイメージがあって、で、それでもう売られちゃうみたいな、もう泣いて抵抗しましたね、その時は。今は何でもござれだけど、確かに、うん、まあた、うん、それでもまあランコパで行かないですけどね、興味ないんでね、ただ泣いて抵抗しました。でもその時からこいつは受け入れてくれるっていう何かがあったのかもしれない。うん、でもね、その人はね、今思えばあのね、動物、え、動物、あの海外とかだと動物になりきるっていう、虫になりきったりとか動物になるアニマルパーティーがあるんですよ。あのミツバチになりきったりとかシマウマになりきったりとかっていう、みんな着ぐるみを着て、でそれでライオンが来るとうわ食べられちゃうみたいな感じで、でそれでライオンが食べちゃうぞみたいなって言って、っていう、楽しそう。それを大人が真剣にやるパーティーがあるんですよ。え、行きたい、楽しそうですねそれ、はい、でそれで興奮するっていうのがあって、多分その人はそういう感じだったなっていう、うん、そう、あの今の私だったら受け止められるかもしれないけど、過去の私は結構受け止められなかったなみたいな。ライオンの格好をして突然やってきたりするんですかみたいな、まあライオンの格好まではしていないけれども、あ、多分これサバンナにいるなこの人ってっていう、まあ、相変わらずの、まあ、あの、まあ、男のなさというか、まあ、ユニークな方と付き合っている私ですから、なこれはなんかサバンナにいるなこの人みたいな、うん、でもサバンナにいるけど私もうチーターにならなきゃいけないのかな、その時はだから同じようにチーターとかライオンにならなきゃいけないんだとか、そっかそっか、うん、でもそれこそガブルーみたいなってっていうチーターだみたいなってっていうのはなかなかね、やっぱね、あの経験積まないとできないですよでも確かにその人はあのまあ、いわゆるあのその演劇をあの得意とするような感じの方だったので、うん、人間の世界を忘れて動物になりたかったのかもしれない。まあ、今日もね、日比さんの衣装がね、そうなんですよ、うん、なのでその時に私がちゃんとした知識があれば、そのライオンとかチーターになりきってる彼に対して吹き矢とかね、プッみたいな吹き矢で殺すことができたかもしれないそうですね、そう、多分ね、狩られたかったんだと思うな。
ていう感じはありますが、なのでスイッチはありだし、ごっこプレイの一つなので、もっと幅広く男女がもっと開放的に遊ぶことができたら、このストレスにまみれた社会っていうのももっとなんか楽しくできるんじゃないかなって思ってます。はい、そうですね。本日もありがとうございました。ありがとうございました。あっちゃん、ママのねチャンネル、みんなが楽しいって言って聞いてくれてるの、きっとねさっちゃんのおかげだと思うんだよ。さっちゃんもみんなに貢献してるもんね。うん、最近はさっちゃんも可愛いって言ってくれる人が多くなって、さっちゃんも嬉しいですね。さっちゃん、あー、じゃあこのままチャンネル登録をお願いしようか。お願いする？